こんにちは。関東エリアのウェザーニュースアップデートです。今日の関東エリアは南部でやや雲が広がっているものの、晴れているところが多くなっています。埼玉県さいたま市の雪解け水さんからは、起きた瞬間体が軽い、窓を開けてみるとさらっと爽やかな風が部屋の中を通り抜けました。やや日差しはまだ弱めですが、今日明日中にガンガン洗濯、布団干しとリポートいただいています。空気もさらっとしていて過ごしやすさを感じられていらっしゃるようですね。今日は雪解け水さんのように洗濯物や布団干しをされる方も多いかもしれません。では今日の各地の天気を見ていきましょう。今日は梅雨の晴れ間、太陽がギラギラで暑い一日になりそうです。今雲のかかっているところでも次第に晴れてきそうです。溜まっていた洗濯物を片付けたり布団干しをするにも最高の一日になりそうです。今日は各地でよく晴れそうです。洗濯物が一息ついたら青空や季節の花など気軽にウェザーリポートを送ってみませんか。ウェザーリポートは携帯サイトから送ることができます。次回の更新は夕方です。それでは。ウェザーニュース。